それでちゃこちゃんですね。ちゃこちゃんの方は病院の先生とも、あと、猫三昧の主催者の方ともお話をして、だいぶいいのかもしれないということにはなってきました。でちゃこちゃん自身があまり舐めようとかかじろうとしなくなってきたのも、ちょっと幸いです。こんな状態ですね。違和感もあんまり感じてない状態ですね。このちゃこちゃんもやっぱり病院に行った、ストレスみたいなものを、感じたのかもしれません。今だいぶくつろいでますんでね、このまま見続けて、大丈夫であれば普段通りというふうになります。これをご覧の皆さんもご心配をおかけだいぶしましたが、いい方向には向かっています。ちゃこちゃんトイレもできましたね。うんちもしたのかな。おしっこしたのはさっき見たんだけど、その後またシャカシャカやってるからうんちも出たかもね。お腹空いたでしょ。そろそろご飯食べようよ。ご飯準備できたってよ。じゃああげましょうか。よかった。食べたい感じになってるね。はい。まずちゃこちゃん上登れる？登れるよね。ひなも行くのね。はい、来てください。はいで。はい、あれ、そっち。お兄ちゃんいるね。お兄ちゃんいるね。はい。どうぞ。どうぞ。登ってごらん。美味しいよ。どうぞ。あんずちゃん、あんずちゃんじゃん。あげてからね。うん。ちゃこちゃん、ご飯どうぞ。はい。カリカリはさっきもらったからね。はい、ウェットね。はい、いい感じ。しゅんこも待ちきれません。しょうくん、しょうくんです。下に置こうか。はい、しょうくん、はいはいはい。おお。はいはいはい。で、ちょっとね、今日はね、お兄ちゃんがちょっと調子悪いのでね。あれ何？あそこに落ちてる茶色いやつ。垂れてるの。前のご飯が垂れてる。なんかね、暴れてね。ご飯ってひっくり返したりもしていたので、はい、ちゃこちゃん、あれ口ペロペロしてるけど食べたのかな？今食べてないね。ちょっと下に置いてあげる？なんか目がしばしばしてるよ。どうした？はい、ご飯。下に置いてあげてもいいよ。下にしようか。扉を開けるのが。あ、そっか。よいしょ。じゃあ、出たがっちゃうかな。大丈夫。ちょっと待って。あげるね。大丈夫だよ。ちゃこちゃん、ご飯どうかな？どう？いらない？置いとくよ。下に置いとくね。こっちがいいかな。はい、食べてみてね。はい、どうぞ。ちょっとお口入れつけてみてね。まだちょっとあまり食べてほしくないんで、今日もケージの中ね。はい、どうぞ。スルーですか？逆にカリカリ？あ、そのうち食べるか。食べてね。食べてね。はいはい。はい、いろんなことが起きてる中で、あんずちゃんだけは着実に葵ママと仲良くなってきています。うん、パパはまだダメですけど、どんどん仲良くなってもらいます。はい、やってちゃん。ねえ、お水をきに来たら巻いてくれたんだね。あ、しゅんくん来たよ。しゅんくんも出たいのかな。今日はちょっと待ってね。11時になりました。ちゃこちゃんの方は、相変わらずご飯は食べてないんですけれども、あまり舐めなくなったかな。多少はあるのかな。でも、撫でて寝かせるっていう形でまだ今キープしています。ジャン君ですね。ジャン君は、いろんな人に相談をした結果、1日だけちょっと様子を見ようという形にはなっています。ご飯はまだ食べていません。ちゃこちゃん、チュールをね、ちょっと食べてみる？あ、食べた食べた。食べ始めた。はい、チュールは偉大です。ずっとちゃこちゃんは食べていませんでしたが、丸1日ぶりの、ご飯、お腹の中に入りました。ありがとうチュール。ジャン君が調子悪そうにしているのをポンちゃんが癒しに来ました。そこ窮屈で辛い思いはしないよね、きっとね。いい感じに入ってあげてね。あ、舐めてる舐めてる。ポンちゃん優しいね。いいね。ちゃんくん元気になってね。うんうん。よいしょ。はい、あんずちゃん。おもちゃがいっぱいです。もう線チュルチュルしています。うん。うん、足にチュルチュルしてくれてありがとう。ほんとちゃんもう全然あれだね。痩せ。ないね、普通になったね。ちょこちゃんちょっとご飯食べたい顔かな。あんまりアピールはしないけどね。うん、でもそんな顔してる。ご飯食べられますか。お人形さんにばっかりご飯食べささないで自分で食べてね。今からしゅんくん、前に進めないし前に進めないよ。いしょ。チコちゃんどうですか？おいしい匂いがするよ。食べないね。手で手で、食べた。はい、偉いね。ミルク回復してね。あとはジャン君だけだよ、ジャン君。あ、リクオさんね。いつものこといつも食べてくれるかな。まあ、見てみよう。ここに置こうかな。雑誌の結果ね。ちょっとレギュレーションがあってしまうの。見てて。外にあったんだけど中に入れるのかなと思って入れちゃった。しゅんくん&ちゃんはバッチリ健康です。&ちゃんは回復傾向。ちゃこちゃんは回復傾向です。ジャン君はちょっと弱り気味ですね。下に来てなでなでしましょうか。チュールの力で鼻にチュールをピトッとつけたところ舐め取った後、まあお昼だからこれはおやつレベルですがジャン君が食べてくれました。さあ体力回復だよ。いくよジャン君。